様こんにちは、ゆめのです。今日も手放すものを紹介していこうと思います。それでは始めていきます。今日で、捨て活記録、はい、ミニマリストへの道ですね、第37回となっております。今日はですね、ちょっと大きいんですが、手放すものがこちらになります。はい、これですね、あのブックスタンドっていうんでしょうか。これはあの書類とか本とかを立てておくものなんですが、これですね、すごい色をしておりまして、これがですね、あのいつ買った、かなり前にダイソーで買ったんですよね。白いものが欲しかったんですが、あのピンクしかなくって、ちょっとあの急遽必要だったので買ったんですが、これあの一見いい買い物かのように思えるんですが、まあ、色もいいとして、これですね、ただあのたくさん入れるとこけるんですよね。たくさん入れるとこけるので、なんとか使おうとは思ってたんですが、こけたらもう元も子もないんですけど、ちょっと弱いんですよね。でここがちょっとあの弱すぎて、こけた際に割れたりとかしていて、でもなんとか使おうと思って頑張っていたんですが、ちょっとね、割れてますし、こけますし、もうちょっといいところもないということで、今はね、別の書類あのを立てるものをニトリで買ったしっかりしたものを使っているので、こちらはもう、これを機に、はい、手放そうと思います。これね、結構使ったんですよね。あのこうだとこけるから、こうしてみようと思って、この変えたりして、それでもこけるっていう、あの100円のブックスタンドって本当にあの紙とかだったら結構いいのかなと思うんですけど、こういうプラスチックのものって当たり外れがすごくありますね。あのダイソーが悪いとかではなくって、あのダイソーのものでも紙のものとかはすごくしっかりしていていいんですけど、これはねちょっともうあの角度を変えてもダメだし、こけたら割れるしで、もう手放そうと思います。はい、そんな感じで、今日手放すものはこの、 あのこけまくって割れまくったあのピンクの100均のブックスタンドになります。はい、そんな感じで、今日の動画はこの辺りで終わりにしようかと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。